こんにちは、兄です。今日はレベルアップライダーシリーズ14番仮面ライダーパラドックスを見ていきたいと思います。はい、仮面ライダーパラドックス待ってました。一人で二つのフォーム、ファイターゲーマーとパズルゲーマーになるんですけども、レベルアップライダーシリーズでもね、きっちり一人で二役こなすようです。で、パッケージはこのような感じで、ファイターゲーマーとパズルゲーマーが書いてあるんですけども、ファイターゲーマーの方はね、写真になっていて、パズルゲーマーは、本体がね、この窓から見えているので表現ですね。で、デュアルアップで行ったり来たりできますよ、という感じでございます。サイドは、こちら側がパズルゲーマーで、こっち側がファイターゲーマー、そして裏側はね、いつもの遊び方が書いてあるんですけども、今回もね、前回のゾンビゲーマーと同じような感じで説明書が入ってないです。で、まあこれを見ればね、一目瞭然ということなんですけども、パーツを組み替えたり、頭部を回転させたり、後ろのディスクを回転させて、胸のマークを変化させて、2つのフォームにデュアルアップするよっていう感じになっております。はい、それではね、早速開けてみていきましょう。はい、出しました。中身はこのような感じでシンプルに本体のみですね。で、出していくと、まあ、最初はね、パズルゲーマーの状態で入っております。いかがでしょうか。バランス良くてね、すごい綺麗ですね。一周ぐるっと見ていくとこのような感じで、まあ、裏面を見るとファイターゲーマーのお顔であったりとか、ここの部分のね、そのファイターゲーマーの手の部分とかが見えてきます。はい、パズルゲーマーはね、やっぱりここの首元の部分がこう詰まっているのがね、これが特徴的ですよね。じゃあアップで見ていきましょう。まずは上半身、顔周りです。いかがでしょうか。お顔から首元にかけてがすごい特徴的なんですけども、タートルネックみたいなね感じですよね。で、頭の部分もニュクッとしているので、亀みたいな印象も受けます。で、そうですね、このゴーグルのね、ここら辺の感じとかもすごい特徴的で面白いですよね。で、こう横を見ていくと、はい、前後でね、こう色が分かれていて、横を見るともう後ろ側にあるファイターゲーマーのお顔であったりとかね、あとこの腕の部分の赤色が見えてきます。そして裏面にしていくと、このような感じで背中のね、このこれはディスクっていうのかな、この回す部分ですね、これが現れます。金色の塗装がすごい綺麗ですね。はい、これね、裏の話しちゃうと、もうファイターゲーマーをね、やる意味がなくなっちゃうから、裏の話はちょっとあんまりしないで、はい、表に帰ります。で、胸の部分ね、ここクリアパーツになっていて、中柄が見えているんですけど、基板みたいな感じな柄に見えるんですけど、どうですかね。結構カラフルな感じです。そして、そのまま胴回りを行くと、はい。胴の部分はなんかこうドットみたいな感じなね柄になっていて、銀色の塗装がすごいいいですね。そしてベルトは金色に塗装でございます。で、デュアルガシャットもね、ここの部分にくっついております。こっち側のねパズルゲーマーは青がね、ベースになっているので、手の先までずっと青になってますね。はい、後ろの方はそんなにすごい何かがあるとかそういうわけじゃないですね。一応この辺ドットのこのモールドが入っているので、本当はこの銀色が後ろ側にもあるんじゃないかな。ちょっと正確にね、背面の部分どうなってたかちょっと覚えてないので、まあ多分そうなんだろうみたいな感じでございます。ここもきっとね、この後ろ続いてってるんだと思います。はい、そして、足元の部分はこのような感じで、ここもね、金色の塗装がすごい綺麗ですね。足の形はこの辺はエグゼイドたちとね、みんなと一緒な感じに見えます。はい、で、このまま可動もいっちゃいましょう。首周りは左右にこれぐらい触れて、前後は前はちょこっとだけ、後ろはまあ前よりかは上向けるかなみたいな感じですね。で、変形の、まあ、関係で、このね、首の根元の部分がこう回るので、まあこのね、ここだけの左右じゃなくて、これを使えば結構左右にね、こう向くことはできます。そして肩周りなんですけども、肩のこのアーマーみたいなのですね、これが、まあ、こういう感じでね、動かすことができて、あと、ここの部分軸でつながっているので、少しこうね、回すこともできます。で、肩の部分は一周ぐるっと回るんですけども、これがね、ちょっと外れやすいんですよ。まあ、この状態であれば
ぐるっと回って水平方向もここまで上がるんですけども、これがついた状態ですね。この感じだとどうしてもですね、これが当たっちゃうので、まあ水平方向にはそこまで上がらないですね。上げていくとね、これが取れたりとか、あとここに当たって擦れるので、まあ、塗装剥げの原因になったりするので、まあ、無理にね上げない方がいいかなっていう感じですね。でこれどういうふうにつながってるかっていうと、ここのね穴の部分にこの突起が刺さってるっていう感じですね。じゃあこの外した状態でいきましょう。肘はここまで曲がって、手首は一周ぐるっと回って、いつもと同じねこの2本指ずつの関節になっております。胴回りはベルトの上の部分で可動できて、一周ぐるっと回すことができます。股関節はですね、水平方向に、まあ、ほぼ180度開いて、前後に前はこれぐらい、後ろはあんまりいかないですね。そして膝はね、特徴的な関節になっていて、ここまでがっちり曲げることができます。足首の部分はボールジョイントでぐるぐるっと回って、前後ね左右に動かすことができます。それではですね、パズルゲーマーからファイターゲーマーにね切り替えていきたいと思います。まずは頭の部分ですね、これを回します。もう首の根元の部分ですね、ぐるっと回して、はい、これでお顔が変わります。で次はここの後ろのこれですね、これを回すとですね、ここの柄がこうやってね回転していきます。これはね左右どっちでも回るので、まあ、やりやすい方で回していって、今までね青いこういった感じな柄だったのを赤い感じなねこっちですね、ちょっと炎みたいな感じな柄になります。そして、ここのアーマーなんですけども、さっき言ったねここのジョイントの部分で外すとこの赤い部分が出てきて、そしてこの外したものをひっくり返して、今度はですねここに空いてる穴ですね、ここにくっつけます。よいしょ、反対側も同じように外してひっくり返してここにつけます。よいしょ、はい、これでファイターゲーマーの完成でございます。すごいですね。特に何かものすごいことをやったってわけじゃないんですけども、きちんとね青がなくなって赤いねボディになっていて、パズルゲーマーのもう感じっていうのは全くなくなります。で一周ぐるっと見ていくとこんな感じですね。まあ横を見ていくとね、だんだん青いのが見えてきて、はい、パズルゲーマーの時のねこの面影があるんですけども、正面から見る限りでは全くね問題なくファイターゲーマーになっております。ちょっと内側のねこの部分の手が青かったりとかしてるんですけども、本物はどうなんだろう。ちょっと劇中あんまりこの辺気にして見たことなかったのでね、次テレビ見るとき気にして見てみたいと思います。で細かく見ていきましょう。はい、上半身顔周りなんですけども、パズルゲーマーとはまたね全然違う感じになりました。真っ赤になってねすごい強そうですよね。でお顔の方はエグゼイドに近い顔つきになったかなっていう気がしますけども、どうでしょうか。そしてゴーグルの中にねこのぐるぐるっとした目が見えていて、あとここのね口元の部分、頬の部分に黒い色が入っていたりとか、結構細かく塗装しています。ただね僕のはこの辺ちょっとかすれたりとかしていてね、銀色がはみ出てたりとかしてるんですけども、まあ、これはね個体差があるから、まあ、しょうがないかなってとこですかね。でパズルゲーマーの時のねこの首元にあったものがこう後ろに行くことによって襟みたいになってね、ここら辺もすごいよく考えられてますよね、うん、で色もね赤になってガラッと印象が変わって、ここの中もねさっき青い色の基板みたいだったやつが赤色になって、ちょっと炎が燃えてるような感じで、うん、肩口とかこの辺のね金色の、まあ、炎みたいなパターンとかもすごい綺麗です。そして手がねこう大きくなるっていうか、うん、この辺のねまあ、バランスが逆になっていくっていうのはすごい面白いデザインですよね。でボディの部分とか足の部分とかここら辺はねパズルゲーマーと全く一緒なので省略したいと思います。で次可動なんですけども、可動についてもそんなに大きく変わる点はなくて、まあ、首ね、こういうふうに左右にこの襟があるのでこれぐらいしか触れないんですけども、前後がさっきとね逆になって、今度ね下を向けるようになって上を向くことができなくなります。であとまあ左右のねこの辺は首の部分を使えばそれなりに横向くことはできますね。
で肩口はさっきアーマーがここについていたので、あの水平方向にねちょっと行きづらかったんですけども、アーマーが取れたことによって、まあ、ここの部分ねここまで上がるようになります。肘の関節とかも特にアーマーが邪魔するっていうことはないので、うん、いつも通りな感じな動きができますね。ただまあ物を持ったりとかっていうのはここの部分ねあのどうしても邪魔になるのでやりづらくなったっていうところはありますね、うん、あと腰回りとか足回りはね全く一緒でございます。はい、レベルアップライダーシリーズ14番仮面ライダーパラドクスを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。一つのフィギュアでね2つのフォームをこなすということで、すごいお得なフィギュアですね。であと結構いろんなことができて、この肩のパーツとかね左右入れ替えると赤い肩アーマーにねこうできるんですよね。この辺とかなかなかこう面白い感じで、うん、まあ妄想合体じゃないけどね、妄想フォームみたいなこともこうできちゃうみたいなねところで、どうでしょうか。手がね大きいんじゃなくて肩がねこう強そうな感じになったファイターゲーマーとかね、あとまあこれ逆にこれをこのまま下に持っていけば青いね状態でのこう拳みたいなねものも作れちゃうので、どうでしょう、まあこの状態でもいいかな。ファイターゲーマーで手はねなんかこうちょっとこう氷攻撃みたいな感じなもうフォームができたりとか、あとはもうパズルゲーマーの顔にしているんだけども、うん、なんかこの辺赤と青が混じってちょっとこう不思議な感じがして、うん、これもこれでかっこいいですよね。だから今回ね何がすごいかっていうと、この2つのフォームをねすごいお手軽に破綻することなくねちゃんと変形っていうかこうな2つのフォームになるっていうのがすごいところですね、うん、であとこの肩のパーツのねやつとかは全部同じ規格の穴なので、まあ、他のねライダーたちにもつけることができますし、そういったところでねいろんな妄想遊びもできて、うん、すごくいいと思います。はい、レベルアップライダーシリーズもねもう14番ということで早いですね。このあと何番までいくのかわからないんですけども、このシリーズすごい好きなのでね発売され次第また動画の方を作っていきますので、もしね興味のある方遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。